皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんはの方々もいらっしゃいますかね。今回はイース8をプレイしたいと思います。こちら最速体験版ということでしてね、体験版の方をダウンロードさせていただきましてプレイしたいと思います。実際製品版の方も25日ぐらいに発売なんですけど、それもちゃんと予約させてもらってます。まあイースシリーズを一回もやったことがないので、一体どういったものなのかはさっぱりわかりません。なんか去年に DS ビータで発売してたみたいですね。それも全くプレイしてないんで、ほんまに完全な初見です。イースシリーズ完全初見のプレイとなります。ではまあ早速ニューゲーム始めます。そうですね、これまあどう考えてもこんなん一番上とか一番上の難易度とか絶対無理なんで、まあここはやっぱノーマルが一番ええんちゃうかなと思います。というわけでノーマルを選んで早速プレイしていこうと思います。お、ボタン操作なんかいっぱいあんな。私覚えきれるか分からへんな。俺なんか釣りとかあるし、釣りってなんやろな釣りできるんや。やっぱりそういったトレバリーみたいなのが最近増えてきたんで、釣りをしてトレバリーを得ましょうって話なのかな。まあとりあえず行きましょう。で全く美味しそうな果実だな。全く状況が分かってないんで、何をどうしたらいいかさっぱりわからんっていうね。これ別取れへんのか。まあええわ。なんかほんまにわからんな。別に、なんもないね。おお、次のとこ行ってもだ。一体ここがどこなのかもさっぱり分かりませんっていう状態なんで、隆起サンゴの森。なんか動物みたいなのおったな。大敵か。ここは女の子は読み上げんようにしとこうか。おお、サンゴ礁みたいな地形だな。後ろ姿しか見えへんからどんなやつか分かれへん。とりあえず力ありそうなキャラっていうのは分かる。そんなことがあるのか。かなり入り組んでそうな場所だが、ここも捜索するのか。どうしようか。捜索すべきだじゃないかな、やっぱり。ここは漂流者。漂流者、どっか別の場所へ通じている可能性も考えられます。今後のために一通り調べちまった方がいいかもな。主人公は全く喋らん系か。おっと危ね。やろ、暗い。おお、何があんねやろね。くれくれ。ああ乗れへんか。こっちから行けへん。よいしょよいしょ、無理か。じゃあうわこいつなんか硬いな。なんか普通に硬かったわあいつは。これ下に落ちるとやっぱり落下ダメージみたいなのあんのかな。落下ダメージあるゲームやとちょっと気ぃつけんといかんのですけど。
心が暗い。なんか、うん、ダメージ食らわへんな、あいつ4とかやで。最初のステージで4とかって食らわせられたって、なんかすごい複雑な気持ちになるな。いやまあ進んでからも4とかやったらちょっと複雑やけどさ。アイテムね、あここになんか回復アイテムとかあるわ。でこれはアイテム選んでると、アイテム選んでるときは時止まってくれるんだ。最近のゲーム結構時止まらへんからな。あ、なんか、あ、このボタン四角で変更か。んじゃあまあこいつでちょっとやってみようか。ん？何これ？あ、こいつ強いな、やっぱり攻撃力やっぱ高いな。それにしても大釜か。じゃあこの女の子で行きましょうか。この子はまあやっぱり攻撃力はそんな高ないな。名前を覚えんといかんねんけどね。男の方がサハド。男の方って大釜振り回してるのがサハド。主人公なんかな、この最初に操作してたのは。主人公がアドルで、女の子なんて名前だっけ。まあこの子はスピードタイプでええんかな多分。別にジャンプ力が高いってわけでもない。まあいいわ、アドルでいこう。おっと危ねこいつ、避けんの難しいな。あ、なんか高棒がある。またこいつか。こいつ硬いし避けづらいし、あんまり好きちゃうな。変な、なんやろこいつ、カニか、ハサミのないカニみたいなやつやな。コーラもあるし。おお、なんか敵来たわ。ここ登れへんよなそりゃ。このサハドが攻撃してくれると相手の防御力を崩せるんかな。参ります、任せろ。なんかそんな感じがするな。おっと痛い。やっぱうん、サハドに攻撃させると防御を崩せるってわけやな、おそらく。おお、なんか、おっと、なんか攻撃してきたこいつ。いた。え、そんな近接攻撃もあんのかや。くそ、油断したな。おっ、おっ、なんや今の変なあれ、なんやろ。おお、フラッシュムーブ、フラッシュムーブ。英語弱いから分からへん。俺で日本人やから。まあいいや。行き止まり、行き止まりかい。こっち、あ、こっちも行き止まりかい。
これどないしたらいいん、めっちゃ高いけど落ちたらダメージ食らっちゃう系とかちゃうやろな。こっちはあー行き止まりっぽいな。じゃあジャンプしてあそこに飛び乗れってことかな。あー無理やった。あ別にダメージは食らへんな。今何あそこな魚、さっき女の子を名前で撮ったんやけどよく見てなかった。キャラクターの紹介をください。おっと今のくらい行って、なんか上から攻撃食らったし、あ、こいつか。お前だったのか。お、宝箱ある。乗れへん。こっちなんや。あ、俺、あ、最初のとこか。あ、落ちた。うわ、なんかいっぱいおる。さっきのとこ行こうか。もしかしたら上から宝箱のとこに降りられるかもしれへんし。あ、こっちちゃう、こっちちゃう。さっきはちょっと慎重さを書いてみます。あ、こっちから行かれへん。あ、もしかしてこのマップにあんの、ここにトレバリーみたいな取れますよってことかもしれん。こっからジャンプできるかな。あ、なんか2用のバージョンバージョン 1.09 アップデートファイル。これ飛び越えられへん。飛び越えられんな。あ、無理。じゃあしゃあない。こっからおら行って。そんなありか。まあええわ、もう次のとこ行こう。なんか宝箱取り逃すとかそういうの気持ち悪いけど、ちょっとしゃあない。取れへんねからしゃあないわ。おー、なんかでかいの来たし、これ明確にカニやな。もしかしてこのちっちゃいのが成長するとこうなのか。おっ、あ、今のってもしかしてタイミングよく避けるとそのフラッシュモアっていうのができるんだ。あー、なるほどな。オッケー、いて。おー、危ない、避けられた。おっと、危ない。バカー、やばいやばいやばい。真相真相真相、死んでまう死んでまう死んじゃう死んじゃう。ちょっと待って、じゃあここやし。ここやし使うの、ここやし。で、まあしょうもないこと言うてんと、さっさとやりましょう。おっと、
こいつ鬱陶しいな。おっとおっと、よっしゃ、うまく動けた。くらい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 、9とかしか食らってない。真正面であかんってことか。おっと、それとも硬すぎるからか。くそ、またか。しゃあ、ここやし。おっと、わぎゃー、わぎゃー。くそ、うまいこといかへん。おお、ブレイクブレイクブレイク、よっしゃ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 、しね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 、よっしゃ。女の子の名前ラクシャっていうのか。じゃあ覚えときます。アドル、ラクシャ、何やったっけ。ごめんなさい、すぐ忘れてしまいました。アドル、ラクシャ、何やったっけ。お、なんかイベントみたいな。うわー、なんかこのおっさんの代表格みたいな顔してるわ。なんか変なおっさん二人おるね。あいたたた、ああ足が、大私の、ああ足が。おい貴様、早くなんとかしろ。動かないでください。どうやら足首をひねったようですね。なぜ私がこのような目に遭わねばならんのだ。そもそも船さえ沈まなかったらこんなことにならなかったのである。おや、お前たちは誰だ。どこから現れよった。おお、見覚えがあるんか。どうやらロンバルディアの乗客みたい、乗客みてえだな。なぬ、高そうな服を着てるみてえだが、あんたは一体何者なんだ。サハドね、覚えたか。こっ、私か。我が名はカーラン、誉れ高きロマン帝国貴族である。ロマン帝国、そっちのあんたは。僕はキルゴールといって開業医をやっているものです。キルゴールさん、名前が結構不穏な名前。お、医者なのか。そいつはいろいろ頼りになりそうだ。ふん。それで、あなたたちは一体。音声が入るとこと入らんとこがあるな。どういうことやねん、これは。アドルたちは名乗って二人に状況を説明するのだった。呪われた無人島だと、この先一体どうなるのだ。呪われた無人島。船を、誰か船を用意せ。それができたら苦労ないと思うんやけどな。こんな島からは一刻も早く脱出するべきである。それができたら苦労はねっての。やっぱりですか。それでお二人さんはこんなところで何してんだ。ええ、僕たちは漂着した場所でしばらく過ごしていたのですが、待っても助けが来る気配がないので、人里を探して歩いてきたのです。まさか無人島だったとは。
そりゃ困ったね。なるほどな。まあなるほどなとしか言われやな。ひとまず状況は分かりました。僕たちはその漂流村に身を寄せるのが良さそうですね。聞き分けのいい人やな。どう、なんということだ、このおっさんは。おい、そこの娘。絶対スケベなこと考えとるわ、このおっさん。どうやら見たところ、この私と同じ貴族のようだな。どこの家のものか名乗るがいい。見ただけで貴族ってわかるんやな。ガルマン、さては地方貴族か。ロズウェル、はて最近どこかでその名を聞いたような。ん、なんか意味深やね。まあいい、ロズウェルの娘、私に肩を貸すがいい。絶対スケベなこと考えとるわ、このおっさん。グフフとか言う、もう分かりやすいやつ。その漂流村とやらまでお前に連れてってもらおう。何せ私はこの通り足を怪我しているのである。それにかこつけてなんかいろんなとこ触ろうとしとるやろ、このおっさん。ほれほれ早くせ、なんならおぶってくれてもよいのだぞ。ガーラン教、困りましたね。漂流村なら俺が案内するぜ。お、なんかグラディオラスみたいな声が聞こえたぞ。なむ、おお、俺は知らねえぞ、この人。なーに、ちょうど野暮用で近くまで来たんだが、こいつが空たちを、空からアドルたちを見かけたっていうもんだからな。アドル発見、赤いの発見。おお、なるほど。ちょうど今から漂流村へ戻ろうと思っていたところだ。そっちのお二人さんもついでに連れてってやるよ。誰がお前のようなむさ苦しい男なんぞに。アドルや落車場は他の乗客も探さなきゃなんねえ。ここから脱出したかったら生き残った者が力を合わせたいとな。一つご協力願えませんかね。わかった、さっさと連れて行くのである。背負わなくてもよろしいので。いらん、自分で歩けるわ。やっぱり歩けるんやないかい、このおっさん。困ったジジイやな。助かった助かった。もうまず間違いなくセクハラされたよね。いや、全く困ったおっさんだな。アドル君でしたね。ちょっとだけいいですか。その冒険家とは面白い肩書きですね。まあここは気に入ってますね。ええんちゃうかな、多分。気に入ってます。ええ、あなたにふさわしい良い肩書きだと思います。その冒険家のあなたを見込んでお耳に入れたいことがありまして。実は僕たちが漂流した場所にもう一人漂流者が残っているのです。もうどんな方なのですかと、まあ、なぜ一緒ではないのですかっていうのはちょっと野暮なんでね。それがとても落ち着いた女性の方です。おう、女性ね。おそらく今もその場所に残っているのではないかと。おう、それは心配ですね。うん。この森を抜けると海岸に出るのですが、まだその付近にいるはずです。
もし見かけたら声をかけてあげてほしいのです。一人で登ってるのか、そりゃ心細いだろうに。貴重な方ですが、何しろ女性ですからね。ここへ来る途中もずっと気がかりだったのです。じゃあすぐに向かいましょうか。それでは私もこれで失礼します。ありがとうございました。本当にねあのセクハラ親父はね早速森を抜け出その先に海岸とやらへ行ってみようぜ。カーラン卿が漂流村に参加することになった。キルゴールが漂流村に参加することになった。というわけですね、ちょっと時間も長くなりましたので、この辺りで失礼したいと思います。では、ここまでご視聴していただきまして、ありがとうございました。また見ていただけますとありがたいです。ありがとうございました。お疲れ様です。